リーマンブラザーズ、リーマンブラザーズホールディングスは、かつてアメリカのニューヨークに本社を置いていた大手、投資銀行グループ。2018年時点も、生産業務を行う法人が存続している。レーマンはドイツ語系の姓なので発音は、レーマンで、英語では、レーマンに近いが、世界的に、リーマンと発音する人が多い。ドイツ南部から移住したアシュケナジムユダヤ系移民。 ヘンリー、エマニュエル、マイヤーのリーマン兄弟によって1850年に創立された。米国第4位の規模を持つ巨大証券会社、名門投資銀行の一つとされていたが、2008年9月15日に連邦倒産法第11章、日本の民事再生法に相当の適用を連邦裁判所に申請し倒産した。世界金融危機潜在化の引き金となり、 世界経済に大きな影響を与えたリーマンショック、口日、倒産するまで、格付け機関から信用格付けトリプル a を受け、世界経済で重要な存在であった。1844年、23歳のヘンリー・リーマンは、バイエルン王国のリムパーという町からアメリカに移民し、南部アラバマ州のモンゴメリーで、日用品店、H リーマン商店を開いた。 弟のエマニュエルとメイヤーが相次ぎ移民してきたために1850年に店名をリーマン兄弟紹介リーマンブラザーズに変更する。当時アメリカ合衆国南部では面貨生産が盛んだった。兄弟は客から支払いで現金の代わりに面貨の現物を受け入れたことをきっかけに面貨取引に経営の重点を移し、 当時免火取引の中心となりつつあったニューヨークにも事務所を構えた。1855年に長兄ヘンリーが死去。残ったエマニュエルとメイヤーが経営を引き継ぎ、南北戦争で南部連合が敗戦した後はアラバマ州の復興を資金面で支えた。間もなく本部をニューヨークに移す。1870年にはニューヨーク免火取引所が開設され、リーマンもこれに協力。 エマニュエルは、同取引所の取締役を1884年まで、務めた。この頃、リーマンは、鉄道建設再建市場に参入し、後に、主力業務となった金融アドバイザリーを開始した。1887年には、ニューヨーク証券取引所の会員になる。1899年には、同社発となる社債の引き受、け、インターナショナルスチームプンプカンパニーを行った。 創業者、エマニュエルの息子で二代目社長のフィリップは、ゴールドマンサックス、GS との提携を進め、GS と共に20年間で100社以上の社債を引き受けた。フィリップは1925年に退任し、イエール大学卒の息子が後を継いだ。世界恐慌を受けて、一時経営危機に陥ったものの、個人投資家や合併を積極的に支援することで、これを乗り切った。 リーマンのベンチャーキャピタル業務の原点である。1929年、リーマンブラザーズから投資業務を分社化し、リーマイコーポレーションを設立した。もっとも経営陣の多くはリーマンブラザーズと兼務していた。数年後、リーマン社市場の大きな転換点となる資産管理業務に参入する。社長のロバートは、リーマンのさらなる成長と拡大を目指すにあたり、 それまで続いてきた同族経営の体質を是正しようとした。1924年にはリーマン一族以外では初となる共同経営者ジョン・エム・ハンコックを招き入れ、1927年にはモンロー・シー・ガットマンとポール・メーザーが加わった。1969年にロバートが死去して、以降はリーマン一族が経営を支配することはなくなった。ところが、この結果、 ディーマンは社の大きな求心力を失ってしまうこととなる。この事態の打開のため、1973年にはベルハウエル社の CEO ピーター・ピーターソンが経営に参加した。会長兼 CEO に就任したピーターソンの主導のもと、アブラハムカンパニーを1975年に買収。1977年には当時経営が低迷していた。 クーンローブを統合し、リーマンブラザーズクーンローブへ解消。ピーターソンは、多額の赤字経営からリーマンを救済し、投資銀行の中でも特に収益率の高い、記録的な黒字決算を5年連続で実現させた。こうして、会社全体としては、成長を続けたものの、花形である、投資銀行業務を担当する社員と、その一方で、 実際の収益拡大にはより貢献していたトレーダー社員との間で確執が生じるようになった。このためピーターソンは1983年社長兼 CEO でトレーダー出身のルイス・グラックスマンを共同 CEO に就任させた。グラックスマンは商与制度などの改革により競争的な社風を築こうと試みたがかえって社員の精神的ストレスの原因を作ることとなった。 経営方針をめぐり二人の CEO も対立するようになり、ピーターソンが追い出される形で、グラックスマンが単独 CEO となった。こうした社内の混乱を嫌った社員はリーマンを去っていき、リーマンは崩壊の危機に瀕する。1984年4月、グラックスマンはリーマンの身売りを迫られ、同社をアメリカンエキスプレス、アメックス23億6、0ドルで売却した。 サンフォード・ワイルとエドモンド・サフラが持ち株会社シアーソン・リーマン・アメリカン・エキスプレスを設立した後、1988年、シアーソン・リーマン・アメリカン・エキスプレスハサに、イーカイ・ハットンカンパニーを吸収、シアーソン・リーマン・ハットンとなった。1993年に就任した新 CEO、ハーベイ・ゴルブのもと、アメリカン・エキスプレスは事業の集中と選択を進め、 リテール分野と資産管理業務をプライメリカに売却。1994年、さらにプライメリカが同事業を分離し、リーマンブラザーズホールディングスとして株式をニューヨーク証券取引所に再上場させた。この再上場の後もたびたび買収の対象として噂されたが、リーマンブラザーズはこれを重ねて否定。実際、業績の推移は順調で、 収益を拡大させていた。しかし、投資銀行業界の中では、比較的弱体であったことへの危機感は強く、1999年には、事態の打開策として、資金が焦げつく、危険性の高いサブプライムローンの証券化を、いち早く推進するというハリスクハイリターンの方針を打ち出した。これが、アメリカの低金利政策による、住宅バブルの到来時を一にし、 業績の拡大に成功する。2001年9月11日、アメリカ同時多発テロ事件での世界貿易センタービル崩壊により、隣接する世界金融センタービルに入居していたリーマンブラザーズも影響を受ける。社員1名が死亡し、瓦礫でビルは使用不能。リーマンブラザーズは事件後48時間でインターネットの不動産サイトで ニュージャージー州の施設を購入。間に合わせのトレーディングルームが設置され、6500名の社員が移動した。9月17日にニューヨーク証券取引所が再開されると、リーマンブラザーズはすぐに取引に復帰し、損失を最小限に抑えた。その後数ヶ月をかけて拠点をニューヨークに復帰させるも未だ臨時であり、 40以上の別々の建物に分かれて業務を行っていた。特に投資銀行部門はシェラトンマンハッタンホテルに入居し、1階のラウンジ、レストランから665の全客室までを改造して利用していた。フレックスタイム製の導入や VPN の活用など新しい試みも見られた。翌10月にはマンハッタンのミッドタウン。 745セブンスアベニュー、ニューヨークにある春高間もない32階建てのビルをライバルのモルガン・スタンレーから7億ドルで買収。モルガン・スタンレーは2ブロック離れたブロードウェイに移転した。リーマンブラザーズが以前の世界金融センターやローアーマンハッタンに戻らなかったことには批判もあったが、リーマンブラザーズ自身はニューヨーク市に拠点を残すことに不信していた。 新拠点は同社にとって理想的な環境であり、モルガン・スタンレー側も売却先を積極的に求めていた。また、2002年5月の世界金融センター再開まで待っていられなかったということもある。世界金融センターに残った企業としては、ドイツ銀行、ゴールドマン・サックス、メル,ルリンチなどがある。アジアに対する積極的な投資も特徴であった。 日本との関係で有名なことは、古くはリーマンブラザーズに統合される前の空運ローブが、日露戦争の日本軍戦費調達のため、大日本帝国の戦時国債を引き受けたことである。近年では、ライブドアへの投資、転換社債型新株予約券付社債である。日本でのオフィスは、東京都港区六本木にある、六本木ヒルズ森タワーの9から32階にあり、 アジア太平洋地域の統括本部でもあった。2005年にはアジア、特に中国市場の高成長と住宅バブルの更新に後押しされ、ゴールドマンサックス、メル,ルリンチといった競合を抑えて投資銀行における採用手に躍進することとなった。サブプライムローンの高いリスクを背負うことで事業を拡大させたリーマンであったが、それに潜在していたリスクは、 最終的にはリーマンを消滅させる原因ともなった。住宅バブルが崩壊し、住宅ローンの焦げ付きが深刻化したのである。2008年3月に大手証券会社で財務基盤に問題はないと繰り返し発表してきたベア・アースターンズが事実上破綻 JP モルガン・チェイスによる救済買収した際に株価が2日間で1時54分パーセント以上暴落した。 財務基盤が盤弱であったはずのリーマンブラザーズの流動性も心配される事態とまでなったが、その後、FRB による証券会社への窓口貸し出しアクセス等の法により、株価は落ち着きを取り戻したかに見えた。しかし、サブプライムローン、サブプライム住宅ローン危機問題での損失処理を要因として、同年9月には6から8月期の純損失が39億ドルに上り、 赤字決算となる見通しを公表。発表直後に株価は4ドル台にまで急落した。最終的にリーマンは負債総額にして約64兆円という史上最大の倒産劇へと至り、リーマンショックとして世界的な金融危機を招くことになる。リーマン破綻直前、アメリカ合衆国財務省や FRB の仲介の元で HSBC ホールディングスや 韓国産業銀行など複数の金融機関と売却の交渉を行っていた。日本のメガバンク数行も参加したが、後の報道であまりに巨額で不透明な損失が見込まれるため見送ったと言われている。最終的に残ったのは、バンクオブアメリカ、メルルリンチ、バークレイズであったが、アメリカ合衆国連邦政府が公的資金の注入を拒否していたことから交渉部長に終わるに、 至った。しかし、交渉以前に、損失拡大に苦しむメリル・リンチは、バンク・オブ・アメリカへの買収打診と決定がなされ、バークレーズも、巨額の損失を抱え、リーマン・ブラザーズを買収する余力は、すでにどこも今しなかった。2008年9月3日に、韓国政府系の韓国産業銀行、KDB が、リーマン株のうち25%を5から6兆オン。 約5200から6300億円で取得することを明らかにしていたが、2008年9月10日になって一点、KDB 側が出資協議を打ち切った。これに伴いリーマンブラザーズ株の売りが増大し、45%安を記録した。そして最終的には、同年9月15日に連邦倒産法第11章、日本の民事再生法に相当の適用を。 連邦裁判所に申請し、破綻した。連邦倒産法第11章の申請直前、CEO リチャード・ファルドは、個人で保有する、リーマン株を全て売却している。負債総額は6、130億ドル。当時の日本円で、約64兆5000億円と米国史上最大の、倒産になった。その後、ベアースターンズの経営危機、 フレディ・マックとファニー・メイの実質的破綻を含めた金融危機に対処するため、アメリカ合衆国連邦政府は緊急経済安定化法をまとめ、29日にアメリカ合衆国会員で採決したが、アメリカの伝統的な自己責任の価値観と事態の重大性を十分に認識していなかった会員議員の存在により否決され、世界中の投資家を失望させた。 これらの行為がリーマンショックや信用収縮につながった。事実、この日のダウ平均株価が終わり値で777ドル安となり、算出開始以来最大の下げ幅を記録。そして、全世界の株式市場の株価を瞬時に暴落させた。北米地域等はバークレイズがその事業を買収した。日本では、敬老の日で祝日だったが、ほどなくして、 日本の債権者や顧客の損害を抑制するための措置を行った。日本の金融庁は日本法人であるリーマンブラザーズ証券株式会社に対して資産の国内保有命令と9月26日までの業務停止命令を出した。これを受けて東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダックは9月16日の取引開始前に 同社の取引資格停止の措置を取った。同日、同社も東京地裁へ民事再生法の適用を申請した。リーマン、日本法人の負債総額は3兆4314億円で、共栄生命保険に次ぐ日本戦後2番目の大型倒産となた。日本法人など、韓国を除くアジア、欧州及び中東地域の事業は、野村ホールディングスが買収に合意。 アジア部門を米ドルで二億二千五百万ドル。欧州部門はわずか二ドルで買収したが、人権費負担など買収後の対応に巨額の資金を要し、海外事業部門は野村証券にとって経営の重荷となっていく。10月10日、国際スワップデリバティブ協会、イスラは、リーマンのクレジットデフォルトスワップ、CDS の生産価値が入札の結果8.625%に、 決定したことを発表した。市場の推計では、リーマン関連の CDS の契約残高、想定元本は約4000億ドルと言われており、この91.375%、約3、655億ドルが損失となり、CDS を引き受けた金融機関などが損失を被ることになった。ただし、総裁分を考慮すると数分の1になる。 破綻から10年後の2018年時点、リーマンブラザーズには80人近い従業員がおり、資産売却で得た収入から債務者へ返済している。アメリカなどの株式、不動産価格がその後上昇したことから、累計の返済額は約1246億ドルと当初計画、約650億ドルの2倍近くに達した。売却した保有資産には村上隆 奈良知の美術作品も含まれる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。